どうも皆さん、こんにちは。ワンダーバルーン手札全部捨てて役龍です。さあ本日なんですが、夏季講習夏の全国統一遊戯王 OCG 検定というのをね、今公式ホームページで開催されていまして、お家で遊戯王 OCG を楽しんでいただくためのウェブ企画ですと。でこれ合格するとなんかこのマハードもらえるんだってさ、王様 がねもらえるんで、だからこれをちょっとゲットしたくてちょっとやっていこうかなと。でせっかくだから動画撮ろうかなっていう、そういう感じです。早速ねちょっとやっていきましょう。まあ何問あるかよく知らないんだけども、終了8月31日の16時ってなってるんで、皆さんもよかったらねぜひチャレンジしてみていただければと思うんですが、なんか何回もチャレンジできるのかな、これ知らないけど、これ1回間違えたらおしまいなんですかねこれバハードちょっと欲しいので、マハード、まあちょっとブラックマシャデッキ入れようかなちょっと思ってるんだけど、ターンプレイヤーが自分のメインフェーズ1に行えない行動はどれですか。メインフェーズ1ね、ターン終了の宣言、バトルフェーズへの移行を宣言、モンスターの通常召喚、魔法トラップカードのセット、モンスターのリンク召喚。あ、大丈夫だ、簡単だ。ターン終了の宣言だ。これ俺あえて間違えるとかしないよ。俺あえて間違えるとかしないからね俺今日。リンクモンスターに関する説明はどれですか。特殊召喚のためには融合魔法カードが必要、違う、レベルの代わりにランクを持っている、それエクシーズ、モンスターをリリースして手札から特殊召喚する、リリースしない、手札から魔法カード扱いとして置くことができる、知らん、守備表示は存在して収録を持たない、これだ。これいけんじゃんこれ全然、余裕じゃない。小波さんこれもうちょっと難しくしてもいいですよちょっと小波さんこれ簡単すぎませんか。遊戯王オフィシャルカードゲームが発売を開始した1999年2月の4日、そうなんだ。10歳だ、その日に発売された、遊戯王シリーズデュエルモンスターズボリューム1に収録されていないカード、いやこれはねわからないかもしれないこれわかんない、やばいかもしれない。ブラックホール、いやでもさすがにブラックホール初手で実装されたことないでしょ。西岸ガイア落とし穴ブラックマシャン、うわ、わかんない。ブラックホールあんのかな。ちょ、俺、こういうのマジ詳しくねえんだよな。わかんねえ。ブラックホールか落としやなと思うんだよ、俺。これ多分、西岸とガイアとブラックマジシャンは、さすがに最初からあると思うんだよ。違うのかな。俺、こういうのほんとわかんないんだよな。覚えてねえし。やばい。ちょっと、ブラックホールぶっ壊れすぎるから、ブラックホールするわ。これだ。ごめん、間違ってたら。にばかさらしてる。で、リリースの説明として正しいものはどれ。モンスターを裏側表示にする、違う、モンスターを除外する、違う、モンスターを墓地を送る、説明墓地を送る、あモンスターってことで、モンスターに行く、あ墓地を送るだ、 OK これだ。なんだよなんかさ3問目と4問目の落差激しいな。次の問題、公式ルールに、乗っ取っている行動は以下のうちどれ。手札からモンスターを通常召喚した後、リビングデッドの呼び声で墓地のモンスターを特殊召喚する、別にいいですよね。攻撃を行った攻撃表示モンスターをメインフェーズに守備表示にする、あこれは違いますよね、これダメですよね。デュエル開始時の手札にモンスターカードが1枚もなかったのでデッキをシャッフルして引き直すリスタートしてるやん、リスタートしてる、スキル発動、うるせえわ。手札から裏側守備表示でセットしたモンスターをその他に判定召喚するとダメだね。攻撃表示、攻撃宣言時に相手がせならばミラーフォース発動したので攻撃制御を取りやめる俺ルールすぎるだろ俺ルールすぎるだろこれ、これはだから合ってるからこれだね、これだ、合ってるからこれ、合ってるの選べるんだよ、これ、ま、丸か×かをどっちか選べみたいな、ちょっとすぐ間違えるからそうで、死者と性能カードの説明として正しいものと、相手の墓地でモンスターがいないと発動できないカードである、いやいやいや違うな、公式大会では使用することはできないカードである、いやいつの話だ、禁止カードとは何だっけ、分かんねえや、魔法カードであるあれえモンスターを破壊するカードである、相手ターンにも発動できるカードである、誘発封じ効果きた、魔法カードである、これこんな楽な問題とさ、これささっきのなんかちょっとさ難易度に落差 ありすぎんだよな、問題のなんか ある程度難易度を調整してほしいよ。デュエルの準備でデュエル開始時の手札5枚を引くのはいつ、デッキをシャッフルする前、意味わかんないねこれターンプレイヤーが自身のターンを迎えた時、いや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 手札誘発どうすんだよ、先行1ターン目のドローフェーズで、ドローを行う時、先行1ターン目でドローフェーズでドローすんの、ドローあんの先行1ターン目でいつの時代の遊戯王、
デッキをシャッフルした後じゃんけんで先行後攻が決まってから、デッキをシャッフルした後じゃんけんを行う前、いや多分じゃんけん行う前でしょ、さすがに、自分のフィールドに出しておける自分のモンスターは最大で何体、6、4、3、7、5、いやーこれちょっと待って、あのさエクストラモンスターゾーンってさ自分フィールドに換算されるの、あれえこれ5なのかな、これ6だと思うんだけどさすがに俺、自分フィールドエクストラモンスターゾーンって自分フィールドなんかあれば、でも2個あるよな、あれ置いたら自分フィールドなのかな、やばい分かんない、これただ6か5か分かんない、どっちこれ、俺は6だと思う、これ5なのかな、うわーこれ分からねえ、分かんねえわ、この中で守力が最も高いモンスターはどれ、今のいい問題だったね、この中で最も守力が高いモンスター、エレメタルヒーローネオスは、2000だったっけ、オッドアイスペンディラムドラゴンは分からん、スターラストドラゴンが2000、ブラックマジシャンは2100、希望ホープは、ホープは確か2000だったと思うんだよな、ホープ多分2000で、今のところブラックマジシャンが一番高いんだよ、オッドアイズってさ2000だったよね確か、多分2000だと思うんだよな、俺マジでアーク5からよく分からないから、多分2000だと思うんだよね、あのだいたい主人公のモンスターは攻撃力が2500で守備力2000で決まってんだよ、でブラックマジシャンだけ確か2100だから、多分ブラックマジシャンだと思うこれ、ちょ間違ってたらごめん、怖え、先行プレイヤーが1ターン目の最初に行うフェーズはどれ、やばい、これドローフェーズあるよね、先行プレイヤーって1ターン目最初ドローフェーズはあるけどカードドローしないんだよね、これ確か、いや多分ドローフェイズあったと思うんだよこれ、やばい、これこういうの曖昧にして遊戯をしてるから分からないか、間違ってるかもしれない、フィールドのカードに含まれるカードはどれ、ああなるほど、フィールドのカードね、墓地のカード違うね、除外されてるカード違う、エクストラモンスターゾーンのカードはフィールドのカードでね、手札のカード、デッキのカード、おお大丈夫だ、これは大丈夫だ、いやなんかこういう問題ばっかり来いって思ってる自分もいれば、全然なんか難しいの来いって思ってる自分もいるわ、2020年8月現在モンスター効果の分類として、存在しないもの誘発効果あるでしょ、起動効果ある、リバース効果、ある誘発即時効果もあるよね、永続効果、モンスター効果の分類に永続効果はないのか、起動効果、わかんねえ、永続効果あるでしょ、永続的にも罠つかないとか、これ起動効果っていうことがないのかな、やべえわかんねえ、リバース効果はあるよな、リバース効果はある、起動効果、これ起動効果だ多分、これ起動効果だ、来たわこれ、自分のペンデラムゾーンに星読みの魔術師と時読みの魔術師が存在します、自分がペンデラム召喚できるモンスターのレベルとして正しいものはどれですか、いやこれはね確か星読み、これゆうやくんのカードだよね、星読み1と8だと思うんだよこれ確か、1と8か1と9だった気がするんだよね、だから2からだと思うんだよこれ、これが1だった気がする、星読みが1だった気がするから、ペンデラムスケールがだから多分2からなんだよねこれ、これだから多分これでいいと思う、多分ちょっと分かんないけど、こいつのペンデラムスケールが8だか9だかちょっと分かんないけど、多分2から始まるから多分2からでいいと思う、これこの組み合わせではペンデラム召喚できないっていう選択肢もあんの、いやこれ2から7と思うんだよこれ多分、やべえ間違ってるかもしんねえ、まずい、墓地のカードに関するルールとして正しいものはどうですか、墓地のカードは裏側にして、見えないように置く、はい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 、いや意味わかんないね、墓地に置いておくことができるカードは最大で20枚である、意味わかんないね、デュエル中必要に応じて墓地のカードの内容を確認できる、まあ、これを確認できるでしょ、墓地に新たなカードが置かれる場合、墓地のカードをシャッフルするも意味わかんない、これだって墓地の順番変わっちゃうもんね、でマッチを行う場合、1デュエル目で墓地を置かれたカードは2デュエル目でも墓地の、ね、残った状態でスタートする、なるほど引き継ぎ事項みたいなこと、まあ、これはさすがにこれだな、必要に応じて墓地のカードの内容を確認できる、もう魔法カードに存在しないアイコンはどれ、速攻ある、儀式ある、装備ある、カウンターはないね、永続 OK、 これは簡単、いけるいける、自分の攻撃表示の、ブルーアイズホワイトドラゴンと相手の攻撃表示のブラックマジシャンが戦闘を行った、この時の戦闘ダメージは、いくつですか、相手が500受ける、
なんか回復するとか意味があるの書いてあるけど、相手が500ダメージ受ける、これで合ってる、大丈夫。こういうなんか落差激しすぎるだろ、問題。公式ルールの用語として意味の異なる言葉の組み合わせはどれ。生贄召喚とアドバンス召喚は同じ、ゲームから取り除くと除外するは同じ、攻撃モンスターと攻撃表示のモンスター、攻撃表示と攻撃表示モンスター、これなんかちょっと違いそうじゃないか。セットされたモンスターと裏側守備表示モンスター、これ同じだな。生贄取りです、これだ。攻撃モンスターっていうのは多分攻撃してるモンスターのことでしょ。 OK 大丈夫、これ理由も説明できる。 OK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 。 エクストラデッキのカード枚数は最大で何枚ですか。15枚ですね。これはさすがに意味わかんない。決められた大会以外では0枚そんなことある、帝超有利じゃん。何枚でも100枚でも良い、来た。昔は100枚でもよかったんですよね、昔は。今は15枚、さすがに。これにする、これにする、これ意味わかんないよ、さすがに。で、効果処理によって除外されたカードの扱い方として、正しいものは、どれですか。除外されたカードね、デッキまず削除、意味わかんない。墓地の下に下、横向きにして置く、意味わかんない。あ、でも意味わかんないもんないか。デュエルフィールドの外に置く、サイドデッキの入ってるデッキケースに入れる収納、服のポケットの中にしまうキースかよ。これどうしよう、これさ、これどっちなんだろう。デュエルフィールドの外に置く、墓地の下に横向きにしておく、いや多分これさすがにデュエルフィールドの外に置くなと思うんだよ。これ多分これだと思う。公式でこれ定めてんのかな、俺あんま知らんわ。これ多分 C だと思うわ。でもさすがに俺結構よく B とかやっちゃうけど、多分 C。 カードの、効果を処理するために使用することがないアイテムはどれ。サイコロはあるね、トークンもある、鉛筆追い詰められた受験生ですか。鉛筆ってよくやってたね、あの鉛筆のさ、六角形のところに全部あの1から6の数字書いてなんかコロコロしてあのセンター試験受けるみたいなねやついたけど、カウンターもあるしコインもあるから、これ多分鉛筆だね。さすがに鉛筆はさすがにやばい、これはセンター試験にしか使わない。カードや効果を発動して行う特殊召喚は以下のうちどうですか。カードや効果を発動して行うね、はいはい、ペンデラム召喚、シンクロ召喚、エクスリ召喚、融合召喚、リンク召喚。カードや効果を発動して行う、いやこれカードや効果を発動して行うでしょ。シンクロとかエクスリとかリンクは違うわ。これ融合ペンデラム、これペンデラムってさ、いや俺ペンデラム次元わかんねえんだよなマジで。でも融合召喚って基本的にまあ融合の魔法カードを使うか何らかの効果をあの発動して行うよね。そのペンデラムスキャルにセッティングってやった後にあの出てくるペンデラム召喚ってあれカードや効果を発動してるわけじゃないの、これ多分これ融合召喚なんじゃない。やばい、自信がない自信がない。手札で発動する効果を持たないモンスターは以下のうちどれ。虹クリボー、クリボー、クリアクリボー、クリボール、羽クリボー。手札で発動しないから羽クリボーだね、これ。羽クリボーは手札で発動するわけじゃないからこれはこれでいい。で、応用問題、いややばい、これ今のところ全然自信ないよ今俺。クリッターをリリースして氷帝メビウスをアドバンス召喚しました。その時に行える行動や、処理の説明として正しいものは、氷帝メビウスが魔法トラップ2枚破壊でクリッターがサーチだね。クリッターの効果と氷帝メビウスの効果を好きな順番で全員して発動することができる。あー、クリッターは強制だよね。クリッターは強制効果で、メビウスあれ強制だったっけな。いや、あれ2位じゃないか、いやあれ選べんじゃないか、あれ発動できるんじゃないか、あれ多分。だからクリッター強制でメビウスが2位だと思う、多分。だから1位1位2位じゃない。クリッターの効果は必ず発動するので、氷点ミビスの効果発動できないは意味わかんないでしょ。でクリッターの効果が必ず発動してそれにチェーンして氷点ミビスの効果を発動するかどうかを選ぶことができる、多分これ C だわ、 C、 多分 C。 氷点ミビスの効果を発動するかどうかを選び、それにチェーンしてクリッターの効果を、発動することができる。だからクリッターは強制だからこれ違うね。クリッターの効果か氷点ミビスの効果かどちらか一つの効果しか発動できない、いやこれさすがに C だ。あーよかった、なんかこれは自信あると少し。こうだ。自分の、ナンバー39希望王ホープの攻撃宣言時に相手が次元幽閉を発動しました。その時に行える行動や処理の説明として正しいものはどれですか。なるほど、ホープがなんかエクシス取り除くと、攻撃無効できるみたいな、効果と、次元幽閉は対象にとって攻撃していたモンスターを除外するっていう効果ですね。ホープの攻撃宣言時には相手はカードの効果を発動できないため、アンティッキアだったいきなり。
いきなりアンティークや、次元幽閉を発動すること自体ができない。いやこれは意味わかんないね。次元幽閉の効果に遅延してホープの効果を発動することで攻撃が無効になり、希望ホープは除外されない。いやそんなプレイングはしたことがないぞ。こんなプレイングしたことがないぞ。これだってできたらやるよな。これはしたことないぞ。これはしたことないけど、そんなプレイングやってないよね。こんなプレイング、そのスペルスピロ的なあれか違いか。ナンバーズ希望ホープはナンバーズの実はモンスターの効果しか受けないため強くなった。いきなり追加効果きた。次元幽閉の効果でも除外されない。いやこれは全然違う。希望ホープはエクシスモンスターで除外されず墓地を受けない。これも違う。この場合希望ホープの効果は発動できないため次元幽閉の効果で除外される。いやこれ E だと思うけどな。これ多分 E だと思うんだけど、違う俺これ発動できないよね。できんだっけそんなこと。やばい、ちょわかんない、多分 E だと思う。やばい俺これダメだ、これ OCG インストラクターにはなれねえわ。自分はならず者傭兵部隊を召喚してすぐに効果を発動したい。相手はセットされている落とし穴を発動したい状況です。正しい発動や処理を説明しているものはどれですか。あ、これあれですね、なんだっけ、優先権の問題ですね。これ昔はできたんですよね、ならず者傭兵部隊召喚効果増みたいな。これ今はできないでしょ。だって召喚成功したらなんか相手に優先権移るかみたいな。じゃんけんを行い勝ったプレイヤーが先に効果の発動を行える。そう、遊戯王はじゃんけん、やましいわ。自分が召喚を行った場合次に効果を発動できるのは相手プレイヤーなんで相手の落とし穴が先に発動できる。あ、オッケー、多分これ B だ。相手の落とし穴が先に発動し処理されるので自分はならず者傭兵部隊の効果を、発動できない。ちょっと待って、これ待って言ってるのも同じじゃない。自分が召喚を行った場合次に効果を発動できるのは相手プレイヤーなので相手の落とし穴が先に発動できる、でスペルスピード1のならず者傭兵部隊の効果を発動できない、相手の落とし穴が先に発動し、処理されるので自分はならず者傭兵部隊の効果を発動できない。同じじゃないこれ。説明として正しいもん。これ B だと思うんだよな。自分のならず者傭兵部隊の発動に遅延して相手の落とし穴が発動する。はいはいはい、はい、発動に遅延はできないからこれは違うね。さすがに。で、E、 自分のならず者傭兵部隊が先に効果を発動しリリースされるので相手の落とし穴が発動できない。あ、これ違うわ。これ B だよな。自分が召喚した場合次に効果を発動できるのは相手プレイヤーとなる。相手の落とし穴が先に発動できる。スペルスピード1のならず者傭兵部隊の効果は発動できない。これ B だと思うんだけどな。これテスト指導していい俺。やばい、怖い、頼む。ここで間違えたらデュエルリンクス実況者のプライドはどうなるの。次回リューシスデュエルスタンバイ。イエーイ。